プレバンキャラクターチャンネル。はい、チャンネルをご覧の皆様こんにちは。このチャンネルはプレミアムバンダイで販売している様々なキャラクターのプラモデルをご紹介する番組です。本日はこちら聖戦士ダンバインシリーズに登場するプラモデルをご紹介します。早速本日のご登壇者様をご紹介しましょう。まずはバンダイスピリッツホビーディビジョン企画担当の阿部さん、よろしくお願いします。はい、そして同じくバンダイスピリッツホビーディビジョン企画担当染谷さん、はい、よろしくお願いします。そして司会は私太勇気でございます。本日はこちらのメンバーでお届けします。よろしくお願いします。さて今回はですね、5月8日に公開されましたサンライズロボット研究所の中の新作映像でも話題となっておりました聖戦士ダンバインの、OVA に登場するオーラバトラーですね、72分の1 HG のサーバインスペシャルコーティングをご紹介してまいります。はい、簡単に商品の情報をご紹介させていただきます。5月8日よりプレミアムバンダイ内ホビーオンラインショップにてお申し込み開始となりました HG 72分の1スケールサーバインスペシャルコーティング税込み9350円のキットとなります。はい、というわけでじゃあ製品の、組み立て見本をですね ご用意していただきましたので、はい、こちらを見ていきたいと思います。こちらでございます。まあやっぱりこのスペシャルコーティングということでこの輝きですよね。塗装でいろんな方法あると思うんですけど、このメッキにかなう塗装というのはなかなか難しいですよね、やろうとしても手間のかかるというか、はい、しかも今回のホワイトメッキっていうのもなかなか少ないタイプの仕様になりますので、そうメッキっていうとつい色のついた赤とか、グリーンとかそういう、金とかですね、メッキを浮かべてしまうんですけど、そう僕も最近ホワイトメッキっていう言葉を意識するようになりました、あ白のメッキなんだこの艶のやつは、と思いまして、なかなか珍しいんですけどやっぱりサーバインといえばっていう形で、はい、でちょっと今日せっかくなので、この試作品をいろいろ持ってまいりました。ちょっとね後でカメラの方でもこれ、大きくね映していただければと思うんですけど、やっぱ今回この、もう全身メッキですとまずほとんど、白もそうですし金もそれぞれこだわってメッキをしております。でやっぱりねランナー状態で見ると特に羽とかね分かりやすいんですけれども、このツヤっとした白い感じと、あとあえてこの金色の方はこのツヤ消しのメッキを使っております。なので、はい、白がギャッとして金はこの半ツヤ、ツヤ消しコーティングっていうか、ね、なんかメリハリのある高級感のあるようなちょっと外装パーツ、今回はちょっとこんな感じで色を選定しております。はい、豪華さだけじゃなくてこう大人っぽさというか、高貴さみたいなのが、このメッキのツヤの出し方で出てきてますよね。あとオーラバトラといえばそうクリアパーツ、羽の部分ですけど、今回は、でちょっとこれもあの普段は外に出さないあれなんですけれども、実は今回に合わせてこの羽の色、多分いろんな解釈があると思うんですけれども、今回のこの白き秘宝のあれにぴったりな色はどれだろうっていうところで、いろんな色の羽をいっぱい出していまして、でもうこれもあの粒子の入り方だとか、こういわゆる最近うちでもよくやる偏光成形、光がこう当たった時にちょっとあの元のただのクリアパーツよりも紫がかって見えるとかピンクがかって見えるとか、パールが入ったような樹脂なんですけれども、それぞれの色に入れてみて、じゃあどれが一番美しく輝くかなっていうのをいろんな色で研究しまして、最終的にもうこの色がぴったりだねって言って採用したんですけれども、ここもかなりこだわりのポイントではありますね。これ、元のやつって今あります？元のサーバインが今多分そこに、じゃあすいません急にありがとうございます。元のやつともまた色が違う。そうですね、並べると一目瞭然ですけど、元のやつも、でも元のやつはまた、こだわりの成形色です、この時はこの時でこだわりだったんですけれども、やっぱり本体の色が変わったら、他の部分もちゃんと調節しなきゃだよねっていうところで、それぞれが映えるような選定は改めてさせていただいております。なんか照り返したような色になってますかね、羽の方もね。そうなんです、ち
ちょっとよりこうミフェラリオの羽みたいな、うん、オーラバトラーですけどね、はいはい、この辺の走行の解釈とか、まあ、羽の解釈とか、はい、あの多分当時からダンバインのプラモデル、作る人とかにもすごいずっとテーマだったと思うんですけど、まあ、今回はこれこのメッキのコーティングって一つの何だろう貝のような気がして、はい、うんうん、そうですね、はい、まあ、普通の HG とか通常の昔のキットとかなんかは、うん、あのプラスチックっていう素材なので、まあ、いろんな加工をする人は加工するし、うんうん、塗装の例えばそれこそあのコガネムシみたいな、はい、ああいう機体かなと思ったらそういうような塗装をする人もいるし、で塗装もできるんですけど、メッキってやっぱり個人でやるにはちょっと、はい、そうですね、うん、ちょっとできるものじゃないんで、これはなんかある、そうですね、塗装せずともこれでしたら結構その塗装派の方もそのまま満足いただけるかなっていうところではございます。で付属のシールももともとのが、はい、あの美しい色だったんで、今回その同じものですよね、はい、はい、まあ、まあ、あの箔を使ったようなシールですんで、うんうん、もう貼っただけでキラッと光るようなシールになってます、はい、このメッキどういう色にするかみたいなのも、話し合いとかあったりしたんですか。正直とにかく白と金にこだわろうと、うんうん、白と金は絶対外せないっていうところで、あのもうそこをいかにキープするかっていうところでこだわりました。であとはあの多分商品ページとかにも書けない細かいところなんですけれども、この爪の色とか、はいはいはい、コクピットのところの、あ、ランナー違うんだ、そうなんです、色が実はこことか爪とか、はい、関節部も実は色が変わっていて、ネイビー系のメタリックに伝わるか、なかなか難しいんですけど、はいはいはい、メタリック成形ですね、はいはいはい、というところで、おそらくそうなんです、パッと見ていただいて実はほぼ全ての箇所が変わっているという、そうなんです、ついメッキの方に目奪われがちですけど、そうなんです、結構胸とかもこれ写真で撮っちゃうとね、あのもっとうまく撮ればだったんですけど、なかなかね、あの同じ白に見えちゃうんですけど、やっぱ実物を見ると、うん、実はこの明るいシルバーな感じというか、はいはい、成形また別の色で、はい、真っ白でもないっていうことで、はい、全体ではね、はい、結構トータルバランスで実はいろんな時にも気にしているんですけれども、ここだけ変えればいいよねではなくて、やっぱりトータルバランスで最高のものっていうので、ソードなんかもやっぱりメッキかかると、そうですね、正直違いますもんね、はい、はい、これ皆さんどんな風に楽しんでいただきたいとかあります？展示する仕方とか、正直個人的にはもうランナー見ただけでちょっと満足しちゃいます。あ、ちょっとわかるかも、です一回飲めますね、はい、これで、そうなんですよ、そう、もう今回ランナーの枚数もあれなんですけど、ほとんど外装ほとんどあのメッキかけてるので、はい、メッキのランナーがかなり枚数入ってますので、もう多分箱開けたら1回おってなると思います、はい、で元々この金のエングレービング的な部分があのちゃんと金とはめ合わさるようにできてますので、はい、これ多分元キットで感動した部分がもう1回あの個人的には試作で立て組んだだけで結構満足した説がありますので、はいはい、精度もじゃあもう据え置きでもバッチリっていうことですね、さすがだな、いやいやいや、もう、はいはいはい、そう、ぜひちょっとこれはこの元キットがやれてるからこそのちょっとコーティング版の良さっていうところも体験していただきたいなと思っております、うん、スライド金型とかもあるけどそれでも綺麗にかかってますもんね、メッキ、そうですね、すごいです、はい、これはまあいろんな方のご協力あってというところでございます、はい、ありがとうございます、はい、そんな HG 1/72 スケールサーバインスペシャルコーティングは2024年8月お届け予定です。お申し込み済みの方ぜひお楽しみに。はい、さて続きましてはですね、こちらに並んでおります HG のダンバインと HG のビランビーをご紹介していきたいと思います。こちらはですね、プレミアムバンダイ内ホビーオンラインショップにて2023年9月にお申し込み受付開始となりました、で HG 1/72ダンバインと2023年11月よりお申し込み受付開始となりました HG 1/72ビランビーでございます。まあもうすでにお手元に届いていらっしゃるお客様もいらっしゃると思いますが、
もう今日はもうそのもう触れてる人もいると思いますので、とことんこちらのお話突き詰めて伺っていきたいと思います。では まずそもそもですね、ダンバインのシリーズを HG で再びこうやって蘇らせようっていう方、はい、話になったこの経緯を伺いたいんですけど、やっぱり40周年を迎えますとか、ロボット研究所っていうプロジェクト、まあ、当時はまだ名前もなかった気もするんですけれども、うん、いろんな話があった中で、まあ、我々がどういった形で盛り上げに貢献できるかっていうところで考えた時に、商品出すことだよねというところで、やっぱり我々としての看板ブランドである HG でしっかりダンバインを出すことかなというところで、始まりはそういったところですかね。はい、第1弾はまあさっきのサーバインの元となったやつですよね、はいはい、だからまああれもびっくりしたんですけど、はい、ってことはやっぱダンバイン系またリニューアルしてくれるのかなって期待しているところに、ストレート玉のねダンバインがバッと登場していただいて、はい、うん、でもこのダンバインも、まあ、すごい一見プレーンに見えるんですけど、はい、まあ、新技術ももちろんですし、はい、いろいろやばいこといろいろありますよね。はい、まあ、今日せっかくお時間いただいているので、はい、新技術のことは多分商品ページとか、うん、いろんなところでご紹介させていただいているんですけど、逆にそこでご紹介できなかったところとか、あ、今ちょうど、はい、言っていただけたところですけれどもプレーンに落とすっていうところが、はい、一体じゃあ何がプレーンなのかとか、我々が今までどういう解釈で作ってきたかっていうところから全部見つめ直して、一度我々として思い描く一番プレーンなダンバインを HG の看板で出すことが大事なんじゃないかっていうところに、それもかなりこう議論して熱い議論があり、それでたどり着いたところがまあ今のこのダンバインでして、造形一つとってもいやここはなんていうんですかね、こう逆あるとよく言うんですけれども、はいはい、抑揚をつけるべきかつけないべきかつけすぎるべきかみたいな、うん、一つ一つ、じゃあ顔はこうしよう、じゃあお腹どうする、腰どうする、足どうするみたいな、そうこれの一個一個に本当に熱い議論があり、本当に最後まで走り続けたっていうところで、もう本当に頭のと体の大きさのバランスとかっていうところもちっちゃくした方がかっこいいよね、でも大きい魅力もあるよね、どのくらいいいだろうっていうところでもかなり話した記憶があり、出力した 3D プリンターの光造形と呼ばれている試作も多分自分が担当した中では過去一番多かったかなっていうくらい検討を重ねましたね。で、あと触れていただきにくかった、今までだとそこまでだったところのやっぱ成型色も、はいはい、まあ、今まで商品プラモデルで出させていただいてたものって水色がメイン、水色ちょっと強めの成型色だったんですけれども、もう少し紫にしたいよね、紫すぎちゃダメだよねみたいなところで、実は今回はもう自分で朝食をして、自ら朝食をして、各所に確認を取りながらなんですけれども、もうこれはこの色かなっていうのを一回自分で作らせてもらって、それを協力会社さんとかいろんなところに頼みながら最終的に商品に落とし込んだりしたんですけれども、なかなかないくらい微妙な調整をした自信が、自分で色作ってる企画もあんまいない、はい、あ、そうなんですねそこまでやる人あんまりいない気がする。成型色とか色設計する人はまたそうですね、まあ、実際今までめちゃくちゃ商品があるので、はい、いろんなシリーズがあるので、そこから選んだりとか、これとこれの間でしたり、色見本調みたいなものが、うんうん、市販されているものから選んだりとかってあるんですけれども、やっぱりね、染谷君もめちゃくちゃ悩んでると思うんですけど、立体にした時、はい、この材質の時、この大きさの時っていうので、やっぱ色味、まあ、染谷君自身がもうモデラなので、悩む、違いますよね、本当に微妙な差で変わってきて、ね、あと色もそうなんですけど、僕このキット組んでてすごいなと思ってるところが、なんか表面処理が、はい、多分、うんうんうん、いわゆる他のプラモとちょっと違いますよね、はい、そうなんです。触った時のなんかこの金型の加工具合が多分ちょっと本当に少しなんですけどザラザラしている、はい、あ、本当に、うん、そうなんです、滑らかとはちょっと違うんです、触り心地ですね。これはもうクリアパーツとかはできるだけ表面仕上げに近くなるようにという形でツルッツルにするんですけど、はい、わざと
テカリが出ないようにという方でマットなちょっと微細なざらつきを残して仕上げるというか、ざらつきを加えるというところで難しい表現なんですけども、はい、なので、まあ、これ素組みと言われる本当にトップコートとかも吹いてないものなんですけれども、うん、はい、でそれをすることでクリアパーツはツヤツヤ、うん、テカテカで、それ以外のところは多少マットに見えるっていうところはもうそれはサーバインの頃からですね、あ、はい、はい、統一して採用してきたところでございます。そうか、サーバインの時にもさっき話してましたけど、やっぱりこのオーラバトラーの走行って、ね、いろんな解釈がある中で、はい、で、まあ、その HG ってやっぱりそのね、最大公約数出してきてくれてるなという感じがしてたんで、はい、そうですね、このここから本当にどう生かすかっていうところですよね、うん、あと頭身に関しても確かにちょっと小顔の方がこうスタイル良いみたいな、うん、今のなんか美意識というかね、はい、そういう感じに見えるんですけど、ダンバインの設定身長っていうのもありますよね、はい、これの大きさの感じを出すためにもこの頭身ぐらいが、はい、そうですね、うん、なかなか難しくてっていうところなんですけど、やっぱ劇中イメージも大事にしたいよねっていうところはやっぱり特に企画で話していたりとかしても大事にしたいよねっていうところで、でまさにそのヴィランビーの方のこの劇中での対決のシーンってどんなくらいだったっけみたいなところとか印象とかっていうところを結構意識したりしてますっていうのと、さっきのそのオーラバトラーの解釈ってっていう時にやっぱり角とかってまあ昆虫感というか甲虫感というかっていうところとかを意識するんですけど、じゃあ足ってどうなんだろう、爪ってどうなんだろう、ヴィランビーって違うよねみたいなところをやっぱりそれをなんかダンバインでこうだったからヴィランビーはこうっていうのも横並び感と、でも劇中で全く同じじゃないよねっていうところとかも本当に話しながらというか見ながらっていうので調整して企画をしているので、ぜひちょっとその辺もで、もちろん後発商品なのでダンバインで良かったところとかもう少しこうしたかったっていうところはヴィランビーに入れてみたいな形で、なのでヴィランビーはヴィランビーでめちゃくちゃこだわってますしっていうところで、はい、ヴィランビー欲しかったっていう昔からのダンバインファンの方もねたくさんいらっしゃったと思いますので、まあ、この辺はその辺に響いてるような気がしますね、はい、はい、というところで、じゃあ一旦ジョタンバインとヴィランビーのご紹介でございました、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、ホビーオンラインショップ内で展開しているキャラプラ制作レポートをご紹介します。お二人には見えるようにちょっと目の前にですねモニターをご用意してますので、そちらを一緒に見ていきましょう。今回はですね、本日ご紹介しましたダンバインとヴィランビーのページをちょっと見ていきたいと思います。さあ、じゃあ画面、こちらサイト内のまあここですね、キャラクタープラモデルレポートってこういうのがありますんで、この画像をクリックするとこの中でちょうど今今日このね収録の段階ではここ来てますけど、じゃあヴィランビーからですね行きましょうか。はい、ヴィランビーのコーナー、はい、枠もこだわってますね。はい、はい、ページの担当者がめちゃくちゃこだわってますね。愛があります、ありがとうございます。で、まあヴィランビーのまあ紹介なんかがありまして、じゃあどういうページがあるのか、例えばこちら、はい、これちょっと丁寧に取りすぎなんじゃないかっていうくらい、我々が何か別の開発するときにすごく参考にできるくらい、あ、資料になっちゃってますね。なっちゃってますね、素晴らしいですね、はい、あ、これが多色成形のランナーですよね、はい、はい、というランナーと、はい、でまあ普通に組み立ててる模様、はい、これでパーツ分割、これ言いたいことあるんじゃないですか。めっちゃ丁寧塗られてますね。ヴィランビーのこの結構いろんな解釈があると思うんですけれども、羽とこの頭のトサカという言いますかの部分、はい、で結構同色系の同じクリアで再現されているものも世にはあるんですけれども、クリアだったり、うん、不等価のもので揃ってたりっていうんですけど、今回はちょっと担当者のこだわりもあって、羽はクリアで頭部は不等価の、はいはいはい、ソリッドのイエローというところで、はい、ここもこだわってますね、はい、分割こだわるよりまずそここだわったっていうところでございます、はい、ほうほうほう。あとここもなんかさっきの金型加工の話じゃないですけど、はい、ここのヒレトサカのところ、はい、ここだけは
ツルツルの仕上げなんですよね。で他の青いところとかはさっきのちょっとザラつきのあるちょいザラ、はいはい、っていうなんかパーツ単位でこれはツヤこれはツヤ消しみたいな、はい、全部指定してるみたいな、はい、ありがとうございます。関節もこれこれ胴体ですか。この中そう胴体の、はい、もうこれいっぱいいっぱいじゃないですか。そうなんですよそうなんですよ。そう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 、ああ大きくなるんですね。そうなんです。あ大きくなりやすい。今、はい、うっかりやってしまいましたけど、じゃあこれで多分進むこともできるかな。あ、はい、なるほど。これあの羽じゃないけどこれクリアパーツ、ね、はい、クリアパーツですので、はい、はい、でコックピットの中にもこのシリーズ基本的にあの造形は入れてます。はい、はい、可能な限り入れてくれております。でまあ、あのこの肩の、まあ、プラモデルでの再現上はリード線を使ってるんですけども、はい、結構あのオーラバトラーっていうけれども、うん、先ほどもお伝えした通りあのモチーフというかデザインラインがそもそも全部一緒ではないところとか構造が明らかに違うものもありまして、うん、今回見ていただいてこの後多分ダンバインのページも見ていただければ分かる通り中の構造もやっぱりプラモデルにする上で変えなきゃいけないとかがあって、うん、はい、腹部、肩かさっきあったところとかも結構シリーズじゃないな、オーラバトラによってちょっとずつ違うっていうのもぜひこれを見ていただくだけでも結構楽しんでいただけるし、はいはいはい、これ理解するとショットウェポンともなんか楽しい、そうですねできると思います。そうなんです。結構企画担当設計担当みんなめちゃくちゃ悩んで、そうですね、このコンバーターのところとかもリード線これどうつなぐみたいな、はい、これは胴体の方から生えているよね、この裏のところ、そうですね、ボディに通るんだ、はい、はいはいはい、オーラコンバーターも、ね、どういう仕組みかって想像でしかできないですからね、はい、ちょっとこの羽のところこれすみませんこの記事でっていうところじゃないのといろんなところで紹介していただいてるんですけど今回のダンバインから取り入れたところでこのちょっと生物らしさを強めに表現した今回のダンバインとヴィランビーの羽はこの何ていうんですかね羽に一つ一つ部屋みたいなのがあると思うんですけれども、はい、それがちょっとずつ角度が違うのでこの画像で見ていただいても反射しているところとそうでないところがこう何ていうんですか、本当だ、はい、本当だ本当だ、これは今まで、そうですね、この辺の感じと、はい、隣の、そうなんです、ちょっと明るさが違うというかこの上で見ると、そうなんです、そうなんです、うん、ハイライトっぽく見えるところと影が落ちてるっぽく見えるところがあるのは一つ一つ傾きが違うように作っているからでして、これはあのやりすぎないプレーンなっていうところに対して、でも今まで我々って結構ここは MG とかも何ですかね生々しく作ってきたところに対してちょっとこんな表現どうかなっていうところであのサーバインでの皆様のあの評価とかも見た上でダンバインではこんなことできないかなっていうところで取り入れ、ダンバインではパール入りの成形色でヴィランビーではあのシンプルなクリアの成形色でやったんですけども、まあ、ヴィランビーのが多分パールとかが入ってないのと、うんうん、あの羽自体が大きいのでより分かりやすく伝わったかなというところで、はい、よく見ていただくとちょっとここはこだわりみたいな、笑っちゃいます、なんかすごすぎて、うん、僕知らなかったですすごいなこれ、これ言われて今気づいた人も多分いる、そうなんですよ、でもあ本当だって今、そうなんですよ、これめちゃくちゃ一番こだわったところ、あの自分発案設計がめちゃくちゃ頑張って再現してくれたところだったんですけれども、なかなかこうお伝えする時の優先度が高くならなかったりとか、物を見せてこうですって言わないと伝わらないので、はい、今日はあのマニアックの話してもいいということだったので、ちょっとすいません話長いかもしれないですけど、これは話したかったなっていうところです。お手元にある人もいますからね、はい、見てらっしゃる方ではね、はい、そしたら今引っ張り出してって見れますから、すいませんそんなところを見ていただけたらと。では肩やねメカメカしい面構成の武器もちゃんと踏んでしてて、はい、こういうところはパキッといきましょう、うん、はい、そこが多分あのオーラバトラの何ですか、ね、面白みというか、はい、うん、でまあこれすぐみですけど、はい、説明書いらずみたいな感じ、そうですね、はい、すごいっす。でまあすぐみはすぐみの構図の楽しみ方とかもありましたが、はい、まあちょっとここは長くなるんでちょっと見せませんけど、はい、見せしませんけど塗装部分塗装の話とかもあって、はい、気軽にヴィ、はい、ランビーの、まあ、完成の姿だけ、はい、成形色を生かした部分塗装、はい、1個
ズームさして。はい。はい、うん。なんか質感がまたちょっと変わってますね。そうですね。うん、まあトップコート吹いていただくのもですし、最初にご説明いただいた通りですけど、やっぱりいろんな楽しみ方していただきたいなっていうところがございますので、うん、はい。まあこれも一つの、はい、部分塗装という点ではまあ一つ手軽な、そうですね、ところかなと、はい、思いますね。これあ、じゃあ戻ってダンバイン見ていきましょうか。はい、あ、すみません、昔のキットとも並べてるんだ。そうですね、はい、これもあの写真とかあの多分表面のトップコートとかもあるかもしれないですけど、うん、やっぱり色はちょっとこだわっているかな、いるところが分かっていただけるかなっていうところで、はい、成型色もいろいろ作れるようになったんですね。そうなんです。はい、じゃあちょっと戻らせていただきまして、はい、続きましてダンバインもちょっと行きましょう。はい、ダンバインの説明もありつつ、まあ、パーツ一覧はさっきと同じかな、はい、そうですね、とはいえしっかり撮影します、ね、いや、この薄紫もう一回見ていただきたいですね。はい、はい、こだわりの色です。先ほどご説明した色でございます。 HGAB ともまた違うんですね。違います、はい、全然ね。で、はい、噂の羽のパーツもありました、はい、やっぱりキットビランビーの方が分かりやすいんだろうなとは思いますが、はい、面積的にはね、はい、と一応まあ一つ新しいパーツとしてハーフミラー、はい、のクリアパーツがありまして、はい、シールはこんだけと、はい、黒いラインだけですね、はい、はい、で頭部のパーツ分割もこれすごいですね。いや、これもこだわってくれましたね。ギリギリまで分けるぞみたいなところで、はい、はい、ありがとうございます。はい、で首周りとか、あ、でこっちもコックピットは再現できる限り、はい、そうです。と、はい、胴体の可動軸の付け方がやっぱなんか見てて面白いなと思って、多分映るかな。あ、この上のところですね。上のこの、はい、あ、この首のところに、あ、これか、はい、後ろからニョキって生えてるんですよね。はい、でも珍しいなっていう。手前にコックピットブロックが入るので、あ、ここに、はい、でここをあの、まあ、いつも通りと言っちゃうとあれなんですけれども、うん、コックピット再現しないのであればここにもっと可動軸を前側に、そうですね、今ちょうどカーソルがあるところに作れるんですけど、うん、いやコックピット作るでしょみたいな、ね、はい、いやでも動かすでしょっていうので、もう本当にこのシリーズ先ほどご説明した通り、あの機体によって全く関節の取り方とか構造を変えないといけない、うん、でここから先も多分ちょっとずつ見ていただけると分かっていただけるんですけど、外装はまあもちろんですけど、はい、HG と言いつつ隙間が本当になかったっていうところが、うん、軸でもそうなんです、地道です、うん、組み付ける軸と稼働させる軸っていうところで、しかもいろんな方向に動かしたいっていうところで、であとリード線も通さなければいけないっていうところで、うん、本当に余白がないない、はい、そうですね、でも細いすしね、ダンバインとか、そうなんですよ、もうこれ以上細かったらきっと何か別のものを諦めなくちゃいけなかったかなっていうくらい、うん、そうですね、でリード線とあとその肩口だったり太ももとかすね裏のあのピンクのパーツですかね、はい、はい、この画面でいうところ、はい、ここも色分けしたいじゃないですかやっぱり、そうですね、これはね、これはちょっとね、この令和の時代に塗ってくださいとかシールですって言いたくなくて、いやすごい、でも稼働はさせたい、うん、でこれ多分右下のパーツも断面図だけだとなんだかわからないと思うんですよ、この腰のブロックのところですね、その下、はい、これ腰の中こんなに詰めないよね。だから多分他のメカと違ってなんか一個フォーマット作ったら、あ、で周り変えてみたいな、なんか基礎的な構造の流用っていうのが多分ほとんどできなくて、はいはいはい、毎回このデザインと戦わなきゃいけないっていう、はい、そうなんです、でもこの腰の足の可動、股関節側の可動と腰側の可動で、はい、でもシルエットは崩さないように、うん、でも可動の時にぶつからないように、でも中の隙間は見えないように壁立てたいみたいな話で、そうです、でそこの縁もちょっと立てて情報量を出したいみたいなのが、ここちょっとこう明るくね、そうです、返してるところが、そうです、そこは一段高くなっていて返してやるんですね、はい、うおーっていうところで、あ、よく見たら脚部の縁もじゃないですか、そうです、そうです、この縁とかもどこまでやる、いやいや、ここだけなかったら寂しいでしょ、いやいや、それだとやり返し
やりすぎてうるさいよみたいなところで、うん、返し加減もそうです。はいはいはい、さりげないですもんね今、はい、あって気づくくらいで、それやったら、いや股関節のその付け根のところも最初にあの追っていただいたところもやらなきゃダメでしょっていうところで、僕らには想像もつかない苦労ですねこれ。そうなんですよ、もうパーツ強度もギリギリ、いや、まずやってみるでしょみたいな会話をして、うんうん、これもでもポリパーツ使わないでもできる、ポリパーツレスができるようになった一つ、ね、はい、そこはそうですね、 KPS 関節で、うん、そうですね、そこの取り方が昔とはちょっと今違う、今のスタンダードがあるから試せた部分とか、いやこれ本当に太ももの付け根側とか、その今ちょうどカーソルがある、そこをこのパーツ、はい、これがだとなかなか入れないタイプのパーツなんですけども、一回それをかませることでちょっとこう何ですか、柔らかさのあるポージングとか、うんうん、独特な作中のポージングみたいなのをやるためにはやっぱそこをかませてから足にはめたいよねというところで、股関節だけで二重関節、そうですそうです、はい、まさにです、はいはい、そうなんです。従来だったらこれここワンパーツつながってそう、そうなんですよ、これがここにっていうか途中までつながってましたね、うん、はい、昔のは、はい、あのもう開発段階でもつながってたんです。あ、そうなんですね。分けるでしょ、分けなきゃいけないでしょみたいなところで開発の途中までやってた。そうです、そうです、結構ギリギリまで、へえ、いやーもう一クッション欲しいみたいなところで、はい、結構ダンバインが股関節幅も広いっていうところもあってやっぱそこは広く取りたいよねっていうところもあり、このワンパーツがギリギリのせめぎ合いの一つですね。待って、想像ですけどワンパーツ増えるだけで多分いろいろなものが増えますよね。そうなんです、調整とかもめちゃくちゃ増えますし、やることも、そう、二重関節にするとどっちが硬い方がいいとか、どっちが柔らかい方、あの何ですか、渋みが少ない方がいいとか、はい、同じぐらいがいいとか、はい、っていう調整が一個増えるので、はい、ですけど、いやいやそれも込みでちゃんと作りましょうよっていうところで、みんな協力して作ってくれたのが、はいはい、股関節一つでもそんこんなに簡単に語れちゃうんですよ本当はね、はい、そうです。でまあ組んでいただいて、はい、こう完成に近づいていくと、はい、そうです。オーラショットもちゃんと2丁、はい、でオープニングでもね使ってますけどね。そうなんです、はい、でダンバインの羽、ちょっとごめんなさい戻っていただいて、さっきご説明したところなんですけれども、はい、ダンバインの方はパールがちょっと入っていて、まあ、これも画像だとあんまりなんですけれども、そうですね、うん、ちょっときらめいてる感じが入っているので、先ほどのサーバインの羽に近いかなというところと、うんうんうん、実は周光の樹脂も使っているので、はい、あの付け根の肉厚なところかなとか、はい、筋のところはちょっとこうなんですかね、色が強く見えているかなっていうところもあり、うんうん、はい、こんなところもダンバイン側はこだわりっていうところで、はい、でもヴィランビーの方では別のアプローチをちょっと取り入れたりっていうところで、シリーズいろんな検証も重ねながら、やっぱりその決定版を出したいって言いながらも、うんうん、進歩していかなきゃいけないでしょみたいなところで、うん、はい、オーラバトラーが形がそれぞれ違うように、はい、その素材に使われてる生き物たちも、はい、同じなって言ったらいいんだな、そうなんです、なんとか木の同じとは限らないですもんね、はい、そうなると羽も、まあ、地球上の昆虫だっていろんな羽の生き物いますから、はい、同じ系統じゃないかもしれないっていうのは、はい、確かに言われてみればそうですね。であと劇中のイメージでやっぱりヒロイックだったよねとか、うんうん、本体の色が紫だから、紫というか薄紫というかこの色だからとか、ヴィランビーだからみたいなところもやっぱり気にして、はい、います。今日色の話多めですかね。いやでも全部多めですけど、はい、では今回はダンバインの方はそんでストレートに組み上がったところまでか、はい、はい、いいですね、うん、いい写真、このポーズですね、これ、はい、やっぱ印象的な、はい、ポーズ、ちょっとこれは新商品として発表した時に、うん、結構その普段我々の商品にあんまり触れてない方が見た時とか、うん、発売になってから少し経って、新商品だったの気づかなかったっていうお声をいただいてて、はいはいはい、
再販だと思ってたってことですね。そうなんです。当時の商品かなと思ってたっていうところが、はい、ビジネスとしてはちょっとなんて言われるかわからないんですけれども担当としては半分すごく嬉しくて、うんうんうん、くらい、そうなんですよ。当時約40年前を知ってる方々にそう思っていただけるっていうのがすごく嬉しいところでして、そこをやっぱ意識したよなっていう思い出に残ってる段売だったんでしょうねと信じて、はい、もちろんいろんな解釈とかいろんな好みがあってっていうところもあるとは思うんですけれども、一部でもそう言っていただける方とか普段触れてない方が目にされて、え、新作だったのって、うん、なかなか今ね、いろんな商品を担当している染谷君でも思うと思うんですけど、言わないよ、このお客さんの中の懐かしさにこう触れられるっていうのは、うん、なんかすごい僕としてはプラモデルってそういう思い出の中からいいとこ引っ張ってもらえる、はい、そこは僕まだあんまりそういうこと言われたことないんであれなんですけど、いや、すごいいい褒め言葉だよなって感じちゃいますね。会社から何て言われるかはちょっとかといてね、新しく作ったんだなって、なんか分かられちゃってるのもなんか嬉しいと思いますよね。やっぱりコンセプトが伝わるっていうのは嬉しいところかなと、はい、はい、というわけでこちらの HG 断売員は新しい HGAB とは違うまた新しい機体です、はい、はい、はい、こちらのサイトの方もちろん他のキャラクタープラモデルのこういった制作レポートもございますので、ぜひですね隅々まで楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。いたします。では続きまして、先日5月8日に公開となりましたサンライズロボット研究所のご紹介です。こちらはバンダイナムコフィルムワークスが展開するサンライズロボットが集結するウェブサイトで、これまでに生み出されてきたサンライズメカを多角的な視点で研究推察をし、その魅力を広く発信する場となっております。では早速そのロボット研究所お邪魔していきましょう。はい、切り替わりまして、こちらもう今入ってすぐのところの正門ですかね。はい、すごいですね、はい、いや僕今何も知らないけど、そうえアップになりました。はいはい、なんかもう今の研究所の建物も気になりましたけど、こういった感じで、まあはい、基地の敷地がございます、はい、まあ、これそのこのままでもこうやって飛べるんですけどね、いろんなとこ行けますね、はい、これはまだ準備中かな、はい、ここが、今この撮影時点ではね、はい、で視聴室、資料室、はい、研究所、情報局、公式 SNS のリンクかな、はい、となっております。じゃあ上の方にはまあ一覧もありましたので、じゃあまずは映像視聴室入りましょう。こちらはですね、同じく5月8日に公開されまして、冒頭にも言いましたけれども、聖戦士ダンバインの新作映像といいますか、タイトルちゃんと読みましょうかね、はい、実験動画のオーラバトラーダンバインサイド L という、映像がアップされております。もうこれ発表されても、はい、こちらのコメント欄にもすごい方からの、ね、書き込みもあったりしたいぐらい反響すごいんですけど、はい、お二人もご覧になってますよね、はい、もちろんです。いかがでしたか。いや、感想、正直やっぱ僕当時の世代じゃ、まあ、そもそも ね、 年齢がね、あれなんですけれども、けどなんか当時の面影をなぜか感じるというか、はい、うんうん、全部 CG なのにあっぽいなっていう感想をすごい受けましたね。そうそう、この映像どういう映像かというと、テレビ放アニメ放映当時のオープニングテーマの映像を今の技術で、なんて言ったら作ったら、はい、どうなるのかなっていう感じで作られた新作映像となっております、はい、冒頭も若本さんのナレーションから入るのがね、そうです、まあ、バイストウェルだっていう感じもしましたけど、そうかそうか、そうなんですよね。世代的にはまだ生まれてないんじゃないですか。そうです、僕生まれてない、はい、40周年なので我々まだ40ではないんですけど、ね、あ、そうなんです、ね、そうなんです。ただ僕はこの映像と同時ぐらいかな、この、うん、とにかく HG ダンバインのためにめちゃくちゃ情報を調べさせていただいたので、うんうん、正直自分はかなり懐かしく感じてしまって、もう、はい、当時に浸ってる気がする。そうそうって思いながら、え、そうそうだっけって思いながら、はい、もはやバイストウェルに行ったんじゃないですか。一回行ってるかもしれないですね、
はい、そうじゃないとさっきの羽の話とか思いつかないかもしれないので、ね、見てきたんじゃないですか、もしかしたら、ね、そう信じたいくらいの。でもちろん今の技術で作られている部分とかがあるので、あの初めての方にも見ていただきつつ、あの当時を知っている方にも楽しんでいただけつつみたいなところが、まあ、ぜひ一度見ていただきたい、うん、一度見ていただいた方には二度目見ていただきたい、二、うん、度目の方は三度目みたいな風にで見返していただいて、楽しい映像だなっていう風には思ってます。あの1回目は素直に見ていただいて、あとでこう止めながらねちょっとずつ見てもらいたいですね、はい、あ今シーラ様みたいなそう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 、はい、言われましたからね、はい、あとオーラシップも結構出てますでしたっけ。そうなんですよ、オーラシップ違う、あとあの、ね、いろいろモデリングされてました、いろんなシーンが、はい、うん、そうなんですよ、ぜひぜひ楽しんでいただきたいです。ちょっとあのキットとキット楽しみつつ映像楽しみつつみたいなところを、うんうん、ぜひやっていただきたいなっていうところで思ってます。ってなると登場しているオーラバトラーもちょっと追っかけていってもらいたいなっていうところがありますね、 HG 化でね。そうですよね、うん、はい、はい、よろしくお願いします。はいはい、まだご覧になってない方々はぜひですね、こちらサンライズロボット研究所の、映像資料室、視聴室の方、はい、ぜひ見てみてください。じゃあ次のお部屋行ってみましょう。次のお部屋は資料室、飛びます、ダンバーに飛ぶだけに、はい、とこういった形で、いろんな、これ大丈夫かな、これはい乗ってますね、大丈夫です、はい、まあさらっとこうし資料室はこんな感じで、サンライズロボットのですね、はい、ああそうだ、この辺だね、この細いこの辺が、はい、ブラキッド化したらどうなるのかなと思ったんですけど、はい、まあ、こういう感じで、はい、機体から探す、機体から探す、あのこれから随時増えていきますので、はい、お楽しみにしていってください。そもそもこの並んでるところが、他作品が並んでいくっていうところが、うんうん、あのそう、僕もその世代、当時世代ではないにしても、やっぱりこのサンライズ作品の各ロボットメカが並んでいくっていうのは、こう一ファンとして普通に楽しみだなと、うん、この絵面がすでにもエモいですよね。そうなんですよザンボットとダンバインが並んでるっていうのは、ね、はい、うん、そう、ロゴだけ並んでることは多分よくあると思うんですよ。でもこの機体から探すで並ぶみたいなところが、はい、ぜひ、ね、ちょっと一ファンとして普通に更新をすごく楽しみにしているっていう、はい、ここからもね、ここちょっとまず これでラインナップキット化しようしてよってちょっと思っちゃったんですね。まあまあ、まあ、はい、今後それは、まあ、楽しみにしていただいて、うん、情報を楽しみにしてください。はい、じゃあ次のコーナー行ってみましょう。情報局、ああ今回のそのサーバインのキット化の、はい、商品の説明もありますけど、はい、さまざまサンライズロボット関連な、はい、催し物とかですね、はい、アップデートされていったもののいろいろご紹介なんかが、はい、先ほどの映像があの出ましたよみたいなところもここを見ていただければなので、はい、あ、うん、そうなんです、商品がやっぱりあのそうですか、はい、この関連の情報がここに来ればわかるっていうところが、うん、やっぱりこのページのポイントかなと思ってますので、昔サンライズの情報ラジオ番組があったんですけど、それをちょっとここが代わりに担ってくれているような、はい、そんな感じがしますね。そうですよね、ここもやっぱりダンバインとボトムズが並んでるみたいなところがこの絵ね、はい、そうサンライズワールドポップアップショップのお知らせですけど、はい、そうなんです、ここはやっぱり作品ごとだとなかなか拾いきれなかったりとか、うん、やっぱりユーザー視点で見てもあれこっちは追いかけてるけどこっちはみたいなところがあるんですけど、ここに来ればこのサイトに来れば全てが知れる楽しめるみたいなところがあのすごく便利なところかなと思ってます。横のつながりですね、はい、はい、じゃあ今回最後にもう一個研究室入りましょう。研究室はこんな感じで言ってますね、オーラバトラーの開発、すごい、どれ見てみましょうか、面白いですよね、あ、記事がちょっと、はい、ダイストンウェルでの単位についてこれあんまプラモデルだけ作ってる人意識してないかもしれないけど、はい、ちょっと見ていきましょうかはい、マニアックな記事がそうですね、第1回からそれ取り入れるんだっていうことですね。長さ
はレッドですね、うん、間にを意味するものの長さの単位、これも間にっていう意味をするっていうのは向こうの世界の話かな。そうですね、はい、はい、で1メートルは約1メートル、まあ覚えやすいですね、はい、ですと。リルは小川もしくは細い流れを意味する距離、いや速度の単位、ああキロとかそういう感じか、うんうん、人が1日で歩ける距離を1リルと考える、ここはこうなんだろう、デジタルな感じじゃないですね。そうですね。いやで重さはルフトン、無もしくは空虚を意味するルフトンにオンがついて、うん、ルフトンある重さがある、ああなるほどね、こういうの考えるのもすごいですね。すごいですね。1ルフトンは約1トン、あ覚えやすい、これ読み出したらなかなか帰ってこられなくなる説がありますね。はい、とりあえず第1回からしてこれなんで今後もはい、はい、楽しみにしてください。もちろんね、はい、各作品のこういったことをいろいろご紹介してまいりますので、はい、はい、我々も開発の時結構こういうところまで読んでるんですけど、やっぱあるとすごく情報があるとこうやっぱそういろいろ取り込んで出力するものも変わってくるんですかね。変わりますね。読み物としてここ、はい、このページは楽しいですね。はい、はい、という今後5月8日に、公開されたばかりですので、今後、サンライズロボット研究所どしどし公開、どんどん公開されていくと思います。皆さんもぜひブックマークに添えておいてください。よろしくお願いします。はい、それではですね、名残惜しいんですけれども、これでエンディングとなります。改めて本日ご紹介しました商品のおさらいです。まず1点目が HG72/1 サーバインスペシャルコーティング、こちらは税込み9350円。続きまして HG72/1 スケールダンバイン税込み3850円。最後に HG72/1 スケールビランビー税込み4180円の商品をご紹介してまいりました。はい、多分ねどっかしらわかっと入ってるぐらいすんごい喋っていただいたんですけども、今日一日、まあ、いかがでしたか。最後にそうですね、視聴者の皆様へのメッセージも含めてご感想いただければと思います。さんから、はい、喋れるかなってちょっと最初は緊張していたんですけれども、いざ喋りだしたらだいぶこだわってたところとか、そういえばここ今までお伝えしてなかったなみたいなところがただ出てきて、もっと考えておけばよかった、発信していけばよかったというかたくさんあるんですけれども、これからも今後の商品にはめちゃくちゃこだわりを込めて、たくさん作っていきたいと思いますので、はい、引き続き楽しみにしていただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ続きまして染谷さんお願いします。はい、実は僕も今年の4月からいろいろこちらのプロジェクトに関わらせていただいて、でまだまだ、このジャンルの中だと担当の商品っていうのはそんなに多くはないんですけれども、これからそれこそオーラバトラーだったり、なんなら他のロボットだったりとか、バリバリ開発していきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。お楽しみください。ありがとうございます。まあ、今回はそのスペシャルコーティングと、まあ、これまで発売してきたダンバインとビランビーのご紹介でしたけど、まあ何とは聞きませんけど、もちろん今後もオーラバトラーの展開も期待して大丈夫ですか。はい、はい、その意味も込めて第2弾第3弾がビランビーでしたので、はいはい、ぜひ期待していただければと思います。はい、ありがとうございます。期待しております。はい、というわけで、まあ、商品紹介ページの方ではこうやってお伝えしきれなかった部分なんかをこういったこのチャンネルがですね、ご紹介していただくように今後もしていきますので、もちろん他のキャラクターについてもこちらの番組では今後掘り下げていきたいと思っておりますので、どうぞこちらのチャンネルの方皆さんもよろしくお願いいたします。はい、というわけで次回の配信動画もお楽しみにしていてください。本日は最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。バイバイ。